薬師堂湯神社湯の郷温泉は、岡山県三正市湯の郷にある温泉。1200年余りの歴史がある由緒ある温泉。遠略寺の遠仁法師が、西国巡礼の途中、白鷺が足の傷を癒しているのを見て、出湯の発見を見たと伝えられる。よって、この湯の郷は、詐欺の湯とも呼ばれており、今も共同浴場にその名が残る。薬湯としても知られ、 古寄町時間抜き湯に使って湯って治する習慣があったという。奥津温泉、湯原温泉とともに、三まさか三湯と呼ばれる。中国自動車道の開通によって、京阪神からのアクセスが飛躍的に向上した。ホテル、旅館の進出が相次ぎ、拡大戦略を取ったために有興食が強くなり、従来の湯時場、保養温泉のスタイルは失われた。 そのため、三まさか三湯の湯原、奥津が国民保養温泉地に選ばれる中、湯の号は船外となっていた。後に、工述するスポーツを結びつけた健康への取り組みなどが評価され、2017年5月16日付で国民保養温泉地に指定されている。1990年頃から従来の観楽温泉のスタイルを見直し、水上温泉のように、 レジャー、スポーツ拠点としての特徴を乱すようになり、ジョギングロードの整備に始まり、スポーツプラザやラグビー場、テニスコート、野球場、プールが設けられ、温泉とスポーツを組み合わせた、健康リゾートという位置づけを行うようになった。1994年と1995年には、TI サーキット間で F1 パシフィック GEP が開催され、 最寄りの宿泊施設として多数の関係者が利用した。2001年5月には岡山ユノゴーベルが設立され、現在は日本女子サッカーリーグ2部に所属している。2011年のフィファ女子ワールドカップと2012年のロンドンオリンピックでは同クラブに在籍する宮間彩と福本美穂両選手の活躍で一躍日本中に 湯の号の名前が知られるようになった。観光拠点としての利用のほか、本来の湯の町上町に原点回帰し、湯巡りコースターを利用した温泉巡りなども行っている部分がある。近年では2005年に市町村合併により、三正市が誕生したことを機に、官民一体となり、家族で楽しめる温泉街、おもちゃを通しての町づくりを推進している。 2008年12月に N ゲージの鉄道模型の展示を行う鉄道模型館が開館したのを皮切りに2010年3月には三正地方に伝わる巨人伝説をモチーフとした散歩太郎のカラクリ時計が完成。加えて木製玩具やアンティークオルゴールの収蔵展示を行う現代、玩具博物館、オルゴール夢館が市内、い後山地区より移転開館にした。 また、同年9月には、画家の竹中信清が、鬼衆したコレクションの展示を行うあの日のおもちゃ箱、昭和館が開館した。2011年2月には生まれ変わった、温泉街を PR する目的で、おもちゃフェスティバルを開催し、おもちゃの外線ことを行った。ナトリウムマイナスカルシウムマイナス塩化物泉、厳選温度摂氏40度吉野川にかかる、 詐欺湯橋が入り口。湯の号を発見した遠人坊志像がシンボル。20軒足らずの旅館、ホテルが軒を並べ、温泉街としては、そこそこの規模。ボーリング場や玩具博物館などがあり、同時、歩養より、観楽傾向が大。玩具博物館での工作教室をはじめ、ガラス工房や、陶芸窯元などの体験型の施設が点在する。また、 周辺の著名な温泉地に比べ、基本価格設定が安く、団体旅行等の観光拠点としても重宝される。料理は、地元の山の幸に加え、瀬戸内海、日本海両方の海の幸が届けられる。公衆浴場は、湯の子うさ温泉館や、村湯療養湯、足湯、市営露天風呂が存在する。ありがとうございます。